沖縄国際海洋博覧会は沖縄返還沖縄県の日本本土復帰記念事業として沖縄県国上軍本部長で183日間の会期1975年7月20日から1976年1月18日をもって行われた国際博覧会略称は沖縄海洋博海洋博など海その望ましい未来を統一テーマとし 日本を含む36カ国と3つの国際機関が参加し、特別博としては当時史上最大規模となった。会場規模は100万平方メートルであった。期間中は県内の至るところに面相で沖縄と書かれた歓迎の垂れ幕類が立っていた。博覧会会場は海岸沿いの非常に細長い敷地であったため、会場内のアクセス向上策として KRT や CVS などの新交通システムが日本で初めて試験的に導入された。海洋博開催によって沖縄県の列島改造というべき開発が劇的に進んだ。現在の沖縄自動車道の一部開業や各国道の拡幅などが開催期間に向けて急ピッチで進められたほか、ホテル日光のハグランドキャッスル8月に D ・グラフォート沖縄 450万人の目標に対し、最終的な入場者数は約349万人にとどまり、このことは海洋博を当て込んで様々な商売を目論んだ層を落胆させ、民宿経営者などからは、起爆剤ではなく自爆剤とまで不満が出る結果となった。会場内で、グッズ類が投げ売りに近い値段で安売りされる光景は、ドキュメンタリー映像にも残り後年テレビ放映された。 また、海洋博に合わせて行われた開発は、陸地からのデ度ドの海への流出を招き珊瑚礁に、被害を与えるという海洋汚染も引き起こした。博覧会会式に出席するため、沖縄県を訪問した、当時の皇太子明妃と新郎、皇太子妃美智子が、姫百合の塔を訪問した際、過激派から、火炎瓶を投擲されるという事件が起こった。姫百合の塔事件を、 参照1977年アクアポリスの空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに作成展示施設の中でも最大の目玉とされたのが未来型海洋都市のモデルとなる人工島、アクアポリスであった。しかし、アクアポリス自体が展示物であり、内部に差したるアミューズメント的な仕掛けもない施設となっていたことから訪問客の中には、 表紙抜けしたものも少なくなかった。会場には、1975年7月1日から1976年1月31日の間、沖縄海洋博郵便局が置かれた。場内は、海に親しむをテーマとした、魚のクラスター、海に生きるをテーマとした、民族、歴史のクラスター、海に開くをテーマとした、科学、技術のクラスター、海を行くをテーマとした。 船のクラスターの4つのゾーニングで構成された。沿岸部開催経緯1970年の日本万国博覧会を契機に沖縄の日本復帰記念事業として海海洋をテーマに国際博覧会を開催する構想が生まれた。1971年10月15日に琉球政府行政主席から通商産業大臣に対し1975年 沖縄国際海洋博覧会開催についてが提出され、博覧会国際事務局に開催申請手続きを進めることで10月22日に閣議了解された。11月2日に在パリ日本大使を通じ、博覧会国際事務局に申請し、11月24日に開催された博覧会国際事務局理事会で申請が正式受理された。 1972年5月1日には、沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律が施行された。開催候補地には、本部半島のタイトマン市、ヨミタン村、宮古島、八重山地域が挙げられていた。年表2012年1月9日、撮影国営沖縄記念公園に残る日本政府、出展。 海浜公園入り口海洋博の終了後、跡地は国営沖縄海洋博覧会記念公園となった。海洋生物園はその後も公園内の中核施設として営業を続け、後に建物も建て替えられて沖縄チュラ海水族館となっている。アクアポリスは2000年10月、鉄くずとしてアメリカ合衆国の企業へ売却処分10月23日に現地を離れ、 解体場所の中華人民共和国の上海へ会場を栄光された。海洋博のシンボルマークは、水色の丸の中に青い三つの波頭が並んだ絵柄で、博覧会の主テーマを非常に簡潔に表している。11人による指名コンペの結果、長井和正のデザインが採用された。日本航空がオフィシャルエアラインとなり、ほぼ全ての機材に博覧会のロゴマークを入れて、 運行したほか、多くのパッケージツアーを主催した。記念貨幣1976年9月18日に、東方洋画系で、沖縄海洋博の記録映画である、公式長編記録映画沖縄海洋博が公開された。中村名子と相川金也のトーク形式のナレーションが特徴的だった。最上映やテレビでの放映がされず、長く幻の記録映画であったが2006年に、 DVD が発売された、公式ソングがいくつかリリースされた、ありがとうございます。